おとぎの国のカナルボートは、世界のディズニーパークにあるアトラクション。カナルボートに乗って、水路の両脇にディズニーの歴代映画をミニチュアで再現した世界を回るアトラクション。ミニチュアは小さいながらも細かくできていて愛らしい。屋外のアトラクションのため雨天時は運転が中止される。もともと様々な物語の場面を再現したセットの中をボートで巡っていくというアトラクションのアイデアは、ウォルト・ディズニーがカリフォルニアのスタジオの近くの道路に沿って流れる川の両側に建設しようと考えたことに橋を発している。それが実現されることはなかったが、後にディズニーランドが建設される際に、このアイデアが元となり、アトラクションとなったのがこのおとぎの国のカナルボートである。アナハイムとパリの2つのパークに設置されているが、登場するミニチュアの内容は異なっている。ケイシー・ジュニアのサーカストレインは姉妹アトラクションであり、同じセットの中の水路をカナルボートがゆっくり遊覧し、セットの周囲に設置された線路をサーカストレインが走るという構造となっている。これはアナハイムとパリ共通である。おとぎの国のカナルボートはカナルボートに乗って水路の両脇にディズニーの歴代映画をミニチュアで再現した世界を回るアトラクション。ミニチュアは小さいながらも細かくできていて愛らしい。屋外のアトラクションのため雨天時は運転が中止される。現在運行しているボートは13台で、オランダ風、フランス風、イギリス風の3種類のデザインがある。それぞれ女性ディズニーキャラクターの名称が付けられている。それぞれのボートはエンジンが搭載されており、これを動力として動く。そのため、各ボートには、ジャングルクルーズのように、ボートの操縦と解説を担当するキャストが同乗している。登場するミニチュアおとぎの国のカナルボートは、カナルボートに乗って、水路の両脇にディズニーの歴代映画をミニチュアで再現した世界を回るアトラクション。ミニチュアは小さいながらも細かくできていて愛らしい。屋外のアトラクションのため雨天時は運転が中止される。アナハイム版と異なり、ボートにキャストは同乗しない。また、ボートの動力はスクリューではなく、ワイヤーで引かれて動く。ゲストはゆっくり動くデッキから歩いて、ボートに乗り込むようになっている。そして、ストーリー自体でも、ディズニー映画の再現より、ヨーロッパの童話を重視している。登場するミニチュア。ありがとうございます。